様です。すごいやつ見つけましたよ。 JHS ペダルズのザ、はい、ボンサーン。いやマジの名前ですよこれ。盆栽で何がすごいかっていうとね、はい、歴代チューブスクリーマーのあれが全部入ってるってやつですよね。全部入ってるんですよねこれ、はい、ここ見えますこれ。これでガンガン変えれるんですよ。こうやって9種類あるんですけど、ここに。で、チューブスクリーマーじゃないやつも入ってるんですよね。はい。それはなんで入ってるかっていうと、モディファイしたやつとか、OD-1 は、元になる。そうですね、ボスの OD-1 ですね。あれなんで入ってるんでしたっけ、あれは。まあ、ボスの OD-1 を、まあ、参考にして作って。っていうのもあったりとか。チューブスクリーマーっていうか、OD-1 みたいな。OD-1 を元にみたいな。まあもう本当にチューブスクリーマーの歴史をこう、ここで表現するということで、OD-1 をしっかり入れてるってことですね。はあ、だからもうこれ、ディレクターとして見るっていうより、はい、辞典として買った方がいい。そうですね。眺めて、OD-1 みたいな。DS9 とか、はい、それを眺めてね、盆栽見ながらね。はい、老後過ごしてもらえれば。今日はね、詳しくはね、9種類もあるから、はい、ちょっとね、できるか分かんないですけど、頑張ってやってみます。はい。チューブスクリーム欲しいと思ってたんで、はい、興味ある感じがするので、
もう皆さんもね、まあ、ネットで調べてみて、最近情報がいろいろ出回ってますから、はい、公式のページでね、はい、動画載ってましたもんね。載ってます。さっき2人で見てたんですよあまりにもよくできすぎてて俺らやる意味あるかなみたいなまあまあきっかけとしてね、あの盆栽を知ってもらえればいいんじゃないかと思うので、まあこんな感じでまだいろいろ紹介していきますから、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、また頑張っていきまーす